はようございます。おはようございますと言っても11時なんですけどね。今日は朝から息子は合唱団、娘はテニスで送って、でやっと今帰ってきて、これから朝ごはんなんだけど、今日はね何もないのよ。仕事もお休みだし、特に出かける予定がないので、今日はちょっと1日の食事記録でも撮ってみようかなと思います。とにかくもうお腹がペコペコ、本当に朝6時ぐらいから起きてるのに何にも食べてない。あ、でもあれだわ、車の中でコーヒーとチョコレートだけ食べました。ちょっと朝ね、血糖値を上げないとと思って。ということで今日の1日食事記録いきましょうお腹すいた。牛乳残ってるから牛乳にするか。牛乳とヨーグルトとハムチーズでいいやと。なんで？あとこれだけしか残ってない。これ使っちゃおう。コーヒー。あ、やだー。もうこういう開けるときにさ、こうピチャッと飛ぶのがさ、本当にやだ。あ、やだやだ。今日ホットサンド食べようと思って電源入れとかないと。冷凍のマンゴーを入れます。残りますかな。ラズベリーとクランベリーだったっけか、これなんだかよくわかんないけど、ベリー系のやつをぶち込んで、レーズン入れる。ホットサンドを作ってる間にバナナジュースを作ろう。 OK。 我が家のバナナジュースは手作りです。まあ、朝起きて食欲ないなっていう時でも、まあ、美味しく栄養も取れるのでおすすめです。この冷凍しておいたバナナをちょっと前に出しておくと若干柔らかくなってくるから、このままここに入れて、こんなもんでいいか。バナナの食物繊維とかさ、ヨーグルトの乳酸菌とかってさ、腸内環境を整えてくれるじゃない。お通じのスッキリにもつながるし、免疫力も上がるらしいし、家族の健康を保つためにも体の内側から支えるインナーケアは特に意識してるんだよね最近さ。あ、やだ、もうこっちは滑ったじゃない。よし、この間にこっちをやろう。黒ごまも入れよう。今日は黒ごまも入れちゃうんだから。朝さ、娘にバナナジュース作る時もさ、黒ごまは本当は入ってるのが好きらしいんだけど、なんか歯に詰まるのが嫌だとか言って確かにね、笑った後にここに黒ごま詰まってるのは嫌だよね。よし、オッケー、出来上がり。ということでこちらの出来上がりです。あちゃ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 、あ、やだ、コーヒー忘れた。やだ、バナナジュースは本当に出来たての冷たい時に飲まないと美味しくないんだよ。だからこの順番を間違えるともうガーンってなるの。ガーンって、今ガーンってなってる。やだ、もうこれもないじゃんストックが。もう今日はこちらさんにお任せします。コーヒーは、え、なに、あ、最悪、水が入ってなかった。ここに終わった。早く早く早く、はい、できた、はい、散らかりまくり、片付けてほしいですよ本当に。よっ、はい、朝ごはん、左からバナナジュース、黒ごま入り、ヨーグルトにマンゴーとなんかベリー系とレーズン、そしてハムチーズサンドにコーヒー。はちみつかけたい。はちみつ大好き。はちみつ、やっと食べられる。もうお昼じゃないこれ。もう11時じゃないよ。そんな時もあるよ。いただきます。はい、バナナジュースは冷たくないと美味しくないので、とりあえず最初に一気です。っていうか今日お休みでトムもいるんだよねだけどさっきぎっくり腰したみたいで、まあ死にそうっつって今寝室で寝てる。よくやるのよぎっくり腰。大丈夫かしら、朝ごはんどうすんのかしら。あ、食べたのかな、もう私が送ってる間に。いただきます。うん、うまっ。うん、はい、もう11時半じゃない。お昼どうしよう今日。こんな時間に食べちゃって。でも絶対トムがもうお腹すいたとか言ってさ、多分もう1時間後ぐらいには来そうな気がするんだけど。もう12時半じゃん。うん。でも朝ごはん食べたの？食べてないし、ずっと待ってるんだし。もうさっき食べたんだけど。お待ちに食べるんだけど、お腹すいた。どうする？なんか作る？ぎっくり腰だけで作ってあげるの。いや、2人だけだからなんか食べに行ってもいいかなとは思ったんだけど。本当お腹すいた。ママ全然お腹すいてないんだけど、ママ食べたの11時半だよ。
マジひどいんだけど、一緒に食べようって言ってて待ったのに。え、そんなこと一言も言ってないし。作る？何食べたい？じゃあチャーハンか。チャーハンって気分じゃない。パスタもやだ。そうめんか。そうめんも食べたこの間。パンも。うどん。さっき食べた。うどん、釜玉うどんに昨日作ってある鶏を乗っけてキムチと韓国のりさっぱりと梅肉入れてもいいし。ああ。どう？いいけど。お腹空いてないんだよ、ママ。当特製絶品うどんを作りたいと思います。よいしょ。あ、痛い。痛い痛い、腰痛い。さぬきうどん使っていきたいと思います。これの売りは腰の強さと喉越しの良さなんでね。お腹空いてないです。はい、じゃあまずめんつゆを大さじ1杯。ごま油を、ごま油は大さじ1杯か。ちょっと少なめ。卵。僕たち大好きな黒巻き餅です。これでたっぷり入れていきたいと思います。はい、黄身出来上がり。これですね、昨日これの胸肉をですね、タレに漬け込んで冷蔵庫で冷やしてるんです。臭いね。韓国のり、元祖と臭い。え、お風呂入ってないでしょ、ちょっと臭い。臭いって言わないで、ビデオの前で。ごま油の匂いかなと思ってさ、なんだろうなーなんつって、キムチの匂いかなーってさ。顔の油だった。バカ野郎だよ、誰が顔の匂いだよ。ちょっと遅れ気味の。バカ野郎じゃなくて、ちょっと遅れ気味の。バカ野郎。腰痛い。臭い。臭いじゃないよ。納豆のする？納豆入れようかな。納豆入れる？あなた。え、合うかな？わからん。怖いじゃない。え、ママじゃこれ鶏入れない。鶏入れないで納豆とキムチにするか。あ、でも、納豆はいいよね。ちょっと違う。納豆いいよな、いいよなーって。あ、もう凍ってるよ、一部。ママのとこ凍ってる、これ。ママのやつにさ、太いね、ほら、凍ってるよ。周りが温かいから溶けるよ。はい。このおうどんを混ぜるのは箸です。で、こういう状態で絡みましたので、これにまた何か入れなかったっけ。なんかすごい忘れてきやすんのよ。だってさ、パパさ、レシピ見てさ、この前作ったよ、あなたが書いたノートに。釜玉は書いてない。ちょっと食べてみて、味見してあれして、なんか忘れてきやすい。まあ、キムチでしょ、卵でしょ、韓国海苔でしょ、調べればよくない。あ、でもネギぐらいだよ。ネギぐらいか。はい、こちらがですね、納豆キムチ釜玉うどんでございます、はい、こちらがネギ塩胸鶏キムチ釜玉うどんでございます。今日のお昼は釜玉うどんでーす。いただきます。しないわけ。いただきます。ママ、お腹すいてない鶏はね、合わないな。味がだってレモンのこれはこれ食べれなかった。1時間前なんだよ、朝ごはん食べたの。食べてあげる、困ったら。大食いようじゃん、ぴょんぴょん飛んで。あ、やだー、見てー。じゃあパパ終わったげる。一番の楽しみを取るんだな、ひどいね。これ絶対間違いないでしょ、うん、なんか最後にごま油をかけた記憶。美味しい。やっぱ合ってたな、うん、え、じゃあ一日でいいの、ごま油かけ。うん、大丈夫、美味しい。塩とかも入れなかったっけ、うん、いただきます。すごい美味しい。うまっ。本当美味しい、これ。おいしい。納豆とキムチめっちゃいい、合う。うん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 、美味しい。うん、美味しい、すごい美味しい。うん。でもマミがさ、私の足舐めてんのかと思ってさ、うーってやっぱパパの足だったんだけど、やめてみる、ちょっかいだ、その足で。ちょっかいじゃないし、ヤクになる。パパが先に見ちゃうんだ。今日夕飯どうする。お店中に言わないで、友達何時行かせる。エータは3時から3時半。ココナは5時に今日迎えに来てくれたって。おならするけど切って。おなら、おならは使うよ。で、ご飯中にご飯、おならはさ、ダメだろ、切ってなっちゃう。おならしたの、ずっと我慢してる。やめて、食事中は。ごちそうさまでした。まあ、食べてます。知っております。お昼どうしましょう。お昼食べてます。お昼じゃない、夜です。あなたと会話してると気が狂います。お寿司でも寝ようか。お寿司はいい、今日は。パスタ、絶対に言えば。ということで、ママはデザートを食べたいと思います。最近ずっと続けて食べてるゼリーがあって、これがめっちゃ美味しいんだよね。あ、こっち空いてるやつから行こう。これめっちゃ美味しいの、これ食べよう。これはね、何かというと、デリン、こんな感じのゼリータイプのコラーゲンなわけ。おー、コラーゲンです。タンパク質だとさっきのお昼の納豆とか普段の食事でも補いやすいけど、コラーゲンだと鶏の皮とか
うなぎとか食事だけで補おうとするとなかなか大変じゃない？肌の健康づくりにもスキンケアだけじゃなくインナーケアも超大事って、まあちょっと遅いけどね、この年齢になって気づいちゃったんだよね。だいぶ遅いかもっと早く始めとけばよかったと思うけど、とにかく私は肌の弾力と潤い維持するためにこれを食べ始めたってわけ。私のデザートコラーゲンいただきます。うまっ、美味しいんだよこれ。リンゴ味なんだけどちょっと酸味があって甘酸っぱいの、美味しい。ちなみにカロリーは1本あたり19キロカロリーだから罪悪感なし。そんでもって続けやすいお値段っていうところもありがたい。なんか食べ始めてから私はお肌の調子も良くなった気がする。さっきも言ったけど食べ物に含まれてるコラーゲンって体内で吸収されにくかったり時間かかったりするらしいんだけど、このファンケルのディープチャージコラーゲンはコラーゲンの質にもこだわっていて、普通だと吸収されにくいコラーゲンを小さな分子までカットしてるから体内にきちんと吸収されてしっかり届くんだって。せっかく取るならしっかり届いて機能性があるものを選びたいじゃない。私がこれを選ぶ理由はまさにここなのよ。ということでもう一本食べたいところだけどこれは一日一本だから私は今日はこれでおしまい。もう一本食べたいけど、ちなみにうちのトムは冷凍庫で冷やしてる。アイス感覚で食べるのが好きなんだって。多分後で夕飯の後でも食べんじゃん。ということで夕飯の買い物行かなきゃ。よし、え、火つけっぱなしだけどこれ大丈夫？ああ、これ新玉ねぎだと思うかさ。うん、新玉だね。その判断は何？色？缶。このままじゃ食べてみて。辛っ、辛すぎ。ああ、お腹すいた。お腹すかない？うん、味噌汁作る隙間ある？私今ないな。え、親ジャップルなの今日？違う。え、テーブル拭いてないよ。なんで箸、全部の箸出したの？何人家族だよじゃないよ。え、なにこれ？山芋ステーキ。こちゃん、ご飯食べちゃっていいよ。え、なんで？一緒に食べよう。マジ、食べちゃう、食べちゃう。いただきます。そうやなんですけど、マジで、まあ、全然これ取れないんだけど。よいしょー、まあ、そう、なんてさ、入れないで。この後のこれが腹立ちますよ、皆さん。ご主人にもやらないでください。何？あ、スプーンで食べた方がいい。スプーンで食べた方がいい。何？スプーンで食べた方がいい。スプーン？そう、スプーンでシューおーじゃないよ。スプーン？水口が悪い。ちょっと待って、おたま着信。パパおたま着信じゃないよ。いや、1分始まっちゃう。熱いの通ります。そんな塩昆布しない。だよ。塩昆布だけでいいかな。やみやみ知らない。ツナも合うよね。塩昆布じゃない方がいいかな。味はママに聞かない。ダメ。最悪なんだけど。プリプリ。かけすぎ。覚えてね。うん。はい、今日の夕飯です。豚とキャベツの炒め物、鶏の胸肉のレモン塩、これが山芋ステーキ、キャベツとツナの塩昆布、これは高野とうなぎの新玉ねぎ。乾杯。お疲れ様。いただきます。いや、美味しい。うん、冷たい方が欲しかった。それ冷たいよ。美味しいよ。ちょっと濃いけど、キャベツもっと多かったね。これ食べて。これはね、結構美味しい。いいね。夏、ゴーヤ。うわ、美味しい。うん、ちょっと食べて、これどう？そんなに苦くなくない？これが美味しい。すっごいいいよ、今日バランスが。だって野菜あるでしょ、うん、うなぎあるでしょ、うん、豚あるでしょ、うん、鶏胸でしょ、うん、山芋に卵でしょ、うん、めっちゃいいじゃん、うん。確かに。やっぱ肌黒いね。紫外線を浴びると肌が黒くなる。しかも紫外線浴びるとハゲるんだって。そう、だからパパ絶対帽子かぶった方がいいよ。今ハゲてないもん。あ、ちょっとハゲてるかもしれない。ハゲてない、広げないで、広げないで。パパ喉ないよね。どうしたない、喉ない首ないね。なんだよ首ないの、間違えた。パパ首ないだからダイエットしようと思ってるのに、みんな食べれば食べる言うでしょ。しかも残ったの全部パパが食べてさ、太ってさ、みんなが食べればパパ太んないのに、どう思いますか皆さん。ご主人に気に付いてます。何探してんの？デザートないかな。自分で冷やしたんじゃないの？これ、それさ、美味しすぎてさ、何度も食べたくなっちゃうね。わかる。何とも言えず、うまい。甘酸っぱい、甘酸っぱい感じの、うん、おやつ感覚でコラーゲン取れるってめっちゃ良くない？さ、パパなんてさ、外でさ、紫外線浴びまくりだからさ、絶対続けた方がいいよ、間違いなく。っていうか、ママもそれちょっと冷凍庫に入れとこう。いや、絶対凍らした方がうまいよ。凍らした方がパパ好き。結構ね、やっぱり暑いからさっぱりして美味しいかもしれない、凍らした方が。アイス食べなくてすぐ。あ、そうだね。
いいじゃん。しかもそれ知ってる、1本19キロカロリーしかないんだよ。もう1本食べよう。ダメだ。さあ、今日も最後まで見てくれてありがとう。ということで、今日は1日の食事をちょっと撮ってみましたが、いかがだったでしょうか。ディープチャージコラーゲン気になった方は、ぜひ概要欄からチェックしてみてね。それでは、皆さん今日も明日も元気にいってらっしゃい。飲みながらお願いしますだー。出てくるかと思った今。よいしょ。 Yeah, we did, oh yeah.